車両外観普通座席車の車内、ビジネスクラス席ホライズンはアムトラックで使用される1階建ての客車である。主にアメリカ中西部の短距離列車に用いられる。ボンバルディアトランスポーテーションにより、1988年から1990年にかけて通勤型のコメット通客車をもとに製造された。ホライズン客車は、 プルマン社が1970年から1973年にかけてエリー・ラッカワナ鉄道向けとして製造した一階建て通勤客車であるコメット客車を元にしている。ボンバルディアはコメット客車の設計に関する権利をプルマン社より取得し、1982年第二世代にあたるコメット2客車をニュージャージートランジット向けに製造した。百八十八年、 アムトラックとボンバルディアは104両のホライズン客車の製造の契約を締結した。この客車はコメット客車を元にしていたが、それを都市間列車向けに変更を加えたものになっていた。設計最高速度は125マイルパーアワーとされ、台車はゼネラルスチールインダストリーズのベアリング台車 GSI G70 とされた。これは同じくボンバルディアが後に製造した。 スーパーライナー2客車に用いられているものと同じものである。すでに出来上がった客車を元に設計されたことから、アムトラックは速やかにホライズン客車を増備することができた。また、アムトラックはこの客車を自己資本により導入することができた。これはアムトラックにとって連邦政府の補助によらずに導入された最初の鉄道車両となった。 ボンバルディアは1989年から1990年にかけて2種類のホライズン客車を提供した。内訳は座席車が86両、教職車が18両である。72両の普通座席車は座席の配列によって76から82人の旅客が着席することができた。14両は新商社対応の座席車とされ72人分の 座席と車椅子スペースが設けられた。一般座席車についても後に新商社対応改造され、座席定員は68から72名となった。18両の教職者はカフェ、クラブ社と軽食堂社とがあった。いずれも車両中央部に売店、教職カウンターが設けられている。カフェ、クラブ社のうち八両は十二人分のテーブル席と十九人分の ビジネスクラス席を有していた。軽食堂車の重量は48人分のテーブル席を有していた。最初のホライズン客車は1989年4月に営業運転を開始した。1994年、アムトラックはトラブル続きのガスタービン動車であり、ニューヨーク州の帝国回廊で使われていたターボライナーを置き換えるため23両のホライズン客車を 追加発注する計画を立てたが、予算の問題から実現しなかった。2017年11月現在、ホライズン客車は主に、シカゴ近郊の短距離各線で用いられている。さらに、ロサンゼルスに配置されパシフィックサーフライナー号で、用いられているものも一部ある。また、カリフォルニア交通局は、軽食動車3両を3両優勝で借り受け、改の上で、 州保有のコメット客車と並結させサンフォア金号のカフェカーとして使用している。これらの車両はオークランドに配置されている。ありがとうございます。